いのほかに大変でございました。焦ってしまって無駄に体力を浪費してしまいましたし、随分時間もかかったようです。もう日が沈みそうですね。おや、主様、大丈夫でございますか？ぐったりしてますね。ダメですよ、もうちょっと鍛えないと。しょげないでください。恐ろしい敵から追われてるって緊張感もありましたしね。ぐったりしちゃうのも仕方ないですよ。みんな一旦止まれ。どうしました？最悪だ。どうもこっちの行動が読まれてたらしい。見ろ、周りが敵だらけだ。嫌になるぐらい好きなく布陣してるぞ。通り道にした洞窟の魔物も全滅したわけじゃないから、引き返すこともできない。逃げ場がない。そんな嘘でしょ。ラビリンスアジトからの脱出経路は誰も知らないはずなのに。そもそもアジトの位置もかなり厳重に隠してたのに、あっさりバレたみたいですしね。敵さん、どうも半端じゃないぐらいの情報収集力です。敵は王宮、国家権力そのものなんだっていう嫌な事実を実感しちゃいます。人員と資金を惜しみなく使えば、この世に不可能はありませんね。もう本当に周りが敵だらけ。まさにフクロウネズミってやつです。どうしましょう。フクロのネズミね、リノちゃん。私はナイトメアに所属していたから経験として理解しているが、あのギルドは治安の維持、犯罪者の撲滅なども職務のうちだ。捜査に関しては最先端の技術を持つ。高度な探査魔法などを広範囲にかけて私たちの避難経路や現在位置を割り出したんだろう。かなり入念に準備した上で仕掛けてきたようですね。見渡す限り魔物の群れや軍隊で埋め尽くされていますよ。おそらく国家間の戦争レベルの物量です。だよそれ、そこまでするか。俺らが何したって言うんだよ。食卓で交わした会話の通りに、敵の親玉がこの世界を改変した張本人ならば、ラビリンスおよび我らはその牽制に逆らう目障りな存在だろう。世界の謎に近づこうとしているのだから、まあ放置はしないだろう。このように積極的に潰しに来て当然だ。権力は人から優しさや人間らしさを奪ってしまう。うんざりするほど見てきたよ。どうする？包囲されて絶体絶命という状況だが、玉砕覚悟で戦って敵陣を突破し脱出するか、それとも諦めて降伏するか。後者は選びたくないがな。またあの退屈な牢獄に戻るぐらいなら、戦場で死に花を咲かせた方が100倍マシだ。俺も同意見だぜ。俺軍隊だろうが魔物だろうが怖くねえぞ。やってやるよ、みんなまとめてぶっ潰してやる。おーい、鼻息を荒くしてやる気満々なところ申し訳ないけど、ちょっと僕たちの話を聞いてくれるかな。オキト！やあ、また会ったね、ムイミちゃん。元気そうでよかった。君が死んでたら大事なブローチを回収するのが難しくなっちゃうし。そう睨まないでよ、怖いな。女の子は笑顔の方が可愛いよ。おやおや、私には挨拶してくれないのか？オクトーの坊よ、散々世話をしてやっただろうに礼儀を知らんやつだな。なんでこんな場所にいるのかはわからんが、私を不愉快にさせると後悔するぞ。
言いたいことは山ほどあるけど、ごめんね。あんまり出しゃばったら上の人に怒られちゃうから。一旦僕は引っ込むよ。さあ陛下、あとはよろしく。陛下、まさかマナが、ユースティアナが復活したのか。オクト、故障は正確にすべきです。私はあくまで陛下に全権を一時的に移譲されただけの存在、過剰に媚びへつらう必要はありません。無論逆らえば厳罰に処しますが。え、キャルちゃん。キャル様。はい、私はキャル、国王陛下の代理人です。本日は反政府組織ラビリンス及びそれがかくまう重犯罪人たちを殲滅しに参りました。おとなしく降伏するならよし、もし抵抗を続けるなら一人残らず抹殺します。な、何を言ってるんですかキャルちゃん。どうしちゃったんですか。抹殺って、なぜそのようなことをおっしゃるのですか。お優しいキャル様が私たちを害するわけがございません。発言は許可していません。1分間待ちましょう。その後降伏の意思が認められない場合、国王陛下のご意思、つまり法によってあなた方を処刑します。よく考えた上で賢明な判断をすべきですよ、ペコリーヌ、コッコロ。我らに逆らい続けるなら生きて帰れる保証はいたしません。